はようございます、カイチです。皆さんお帰りなさい。いやーすごいとこ来たね。お、誰かいる。ドルじゃん。なんかいい感じで配置してあるよね。謎解きっぽいのもあるのかな。ん？ダメって言われるとさ、おい、やっちゃった。爆弾を入れて、もう入れちゃおうか。もう自然に発射する感じじゃないね。どうしたら発射するんだろう。あ、発射していいんだ。そうしたら岩が飛んでくんだ。よし。おお。そして岩が装填されてる。無限に撃てるわけだ。でね、あれ多分撃ち、あ、いいじゃん、敵がいるじゃん。うわー、見張り台ごと言っちゃったね。ここにも大砲あるな。大砲だらけ。君の背後を取るよ。ほらほらほら、もう隠れる気はないよ。はいはいはい、両方とも矢か。とりあえず落ちて。はいはいはい、なんかのび太くんみたいになってる。あ、砕かないか。お、あ、そう、壊せないよ。あ、で大砲が来るわけね。はい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 、大砲運べるんかな。任せろ。あれ、微妙になんかずれてる。これ途中で止めれたりして。ああ、わかった。途中で撃つんだこれ。てい。惜しい、惜しいよ。てい。ああ、ほう。ういうい、何これ、シールド、シールドしてたな、あの子。いってらっしゃい。ああ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 、丸裸だよ。トロッコじゃないこれ。ちょっとちょっと、トロッコとかいいんじゃない？いいね、激アツだね。ちょっと待った。トロッコで祠に行くとか面白いね。てい。ダイヤモンドとかいう。よし、これでほぼ回ったね。トロッコはなんかこの子が使えるようにしてくれたりして。
坊さん。その痛み止めなんだ。はい。はいはい。あの移動方法いいな。あ、そうか。これがない分。防御力下がってたんだ。これはこれで面白いんだよな。あ、剣道みたいな、剣道。あー、届か、届か、届け。あぶな。すげえなこれ、何これ。あ、危ない危ない危ない。まあそうだよね、普通に行けるわけないんだよね。なんか連れて行ってくれる人がいないと。わかった、わかったよ。これビタロックでしょ。ああ、ああ、自分が乗るバージョンはね、乗ったことはないな。なんかこう吹っ飛ばした分。あ、違う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 、中途半端が一番いかん。あぶねえ。違うって、もうちゃんと、これは難しいぞ。乗れないといけないからね。ちょっと恐れてたことが起きちゃったじゃないか。まあ一応いけるんだこれ。セーブしたっけ。待てよ、これこっから打ち込んでもいいんじゃない。そうだよね。あ、よかったよかったよかった。はい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 。ああ、いいねいいね、いいよ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 。ほい、はい、おかわり。これ以上は無理なのか。ハンマーが持たん。おいよ、はい、進行。おい、到着じゃない。よし、おー、いいね、楽しかった。楽しかった。あ、謎解きだね、青き炎。最近どんどんやっぱ難しくなってきてるからね。いきなりじゃん、渡んじゃない。今つないんだよな。なんだろう、あれを火を灯すと。あ、松明あるじゃん。ちょうどハンマー壊れたし、じゃあ聖火ランナースタート。んで、これは乗りながら動かすの。
まあ無理だよね。そして火が消えた。火は消えちゃう。これを先にやって、はい。なるほど。いけるかなこれ。おら。おお。なんか今までで一番かっこいい夢だな。水が流れている。おもう上ばっか見たら下があ、はい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 、 OKOKOK、 簡単。もうだって前これ苦労したもんな。ちょっと待って、消えたでここでビタロックか。ほっ、いくぞいくぞ。でボーンで消えるね。どうしろっつう。もう一回行ってみるか。いったわ。よし。いやあのさ、矢はね使いたくないんですよ。22本しかないし。よし、いったれ。ここか。よし、いい感じ、いい感じ、いい感じ。せい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 。でボタンを押して、うわやられた。任天堂にやられた。任天堂にやられた。してやられた。もうちょっと待って、でもね、これぐらいだったら倒せる。おりゃ、おりゃ、いった。こわ、こわ、こわ、こわちょうだい、こわ。こわなしか。やっぱね、この姿がね可愛いんだよな。なんか愛着を持っちゃう。来た、体験か。片手剣は確か持ってたよな。炎の剣と火炎の体験ね。ん、え、何これ、並べ替えできる。何順になったの。あ、強さ順？あ、違うな。え？え？木星とそうじゃないのに分かれるとか？意味が分からん。何順になってんのかが。あ、これ剣。分からん。分からん。でもそれはどうでもいい。おいし。はい。おっ。おっ、いいね。
た。体勢からんなゴール。ゴール。なんか嫌がらせか。嫌がらせか。ビタロック1個だけなんだよな、多分止めれるの。もうすぐ速攻消してきたね。あ、はあはあはあ、あ、それでいいんじゃない？多分それでいいんだ。これでつけて、でもう一個ついた瞬間に開くんだよ。あ、そういうことだ。これいやらしいな。ピュッピュッピュッとか言って消したな。あ、ちょっとゴールじゃないじゃん。あれか。若干赤く光ってるのはなんでなの、このリンクが。これも嫌案件。一直線になった瞬間を狙えと。ここだ。なめんな、リンクなめんな。ちょっ、うい、しまった。ちょっとさ、ほんと矢が足らんのだって。これで動き始めるでしょ、で消されるでしょ。あのボールは何なの。あ、ボールじゃないよ、宝箱か。ビタロックでいいとして、何これ。とりあえず行くけどさ、何何、とりあえず宝箱どうぞってこと。イージー、よっしょ。あっ、よし、ビタロック&ゴーね。いや違うな、ゴー&ビタロックだ。ゴー&ビタロック。ジャンプできる。あ、できるわ。はい、ちょっと待った、動かんじゃん。動くと思ったら動かんじゃん。あ、ビタロック、そういうことか。こいつにビタロックするのか、この台に。いや、また嫌の案件じゃん。動かしてから嫌で炎って感じだね。これ戻ってこないよね。よし。あ、ビタロックしてんのいいじゃん。これでよかったじゃん。マグネキャッチで動かしていいじゃん。で、いやね。もうさ、あと15本しかない。お、あ、それでこれがあるわけか。おー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 、危ない。この野郎。この野郎ども。ああ。痛い。痛い。この野郎、いい音したな。ガンガンガン。
何これ、燃やしてくれと言わんばかりの。面白い、面白いよ、面白いけど、どうやってクリアするか全然わからんな。え、爆発させるようなやつってあったっけ、これなんだろう。あ、うちわ、あ、違う、これこれライネルの弓がいるんじゃない、三方向に打つっていう。ないよ、残念ながら。今ライネルいるな、これ。はい、はい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 、そりゃそうだ。なんだろう、ライネルの弓があったりして。はあ、ちょっとね、ここまで来てさ、それはないよ。わかった。え、でも青い炎じゃないけどいいのか、これで回転切り。あ、つかない。つかない。青いものしか。あ、ちょっと待った。松明でさ。あ、よし、よし。よい、よい、よりや。はいはい、オッケーオッケー。ほい。どっち向きかな、こっち向きだ、ちゃ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 、こっち向きだったら、てい、よい。多分ライネルの矢でもピューっていったら一発でいけるんだろうね。あんま回転切りしないからな。よし、気持ちいい、気持ちいいですよ。やりごたえマックスだな。やそんで大体1時間だよ。めちゃくちゃキリがいいから、これで終わりましましょうか。何個目、2つ目か。はい、ちょうどなんかバイバイっていう手をしてるしね、この人も。はい、ということで、今回の内容はここまでになります。チャンネル登録と高評価の方もお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。